こんにちは、粟田洋介です。私はテクニックではなくパッションで絵を描きたい、そんなことを言いたいタイプの人間です。ですがテクニックっていうものが全く必要ないかっていうと、一人一人の表現の仕方によって変わってくると思います。私自身はテクニックを重視はしてませんが、テクニックっていうものが全くないとは自分で思っていません。でもそのテクニックとテクニック以外の何か、今日はちょっとそんな話をしてみたいと思います。絵を描くテクニックっていうものがあります。そしてテクニックがあれば絵を描くことができます。そして高いテクニックがあれば上手な絵を描くことができます。当たり前のことですが、その上手っていうのはテクニックが高いっていうことです。そして上手な絵が描きたいっていうだけであれば、テクニックだけ身につければ十分だと思います。しかしテクニックっていうのは何かを表現する道具でもあると思います。例えばさっきパッションって言ったんですけど、ただパッション、情熱とか感情ですね、そういうものが中から湧き上がっていたとしても、その表現する術がなければ作品にはならないし、それを目で見ることもできません。そこでペンキの缶を開けてキャンバスにペンキを感情に任せてバーンってね、撒き散らしたとします。練習しないでもできることですが、それも一応テクニックです。ペンキを撒き散らすっていうテクニックです。そこでもし大きなキャンバスに大量のペンキが勢いよくバーンって撒き散らされた、で色がついたとします。その勢いっていうのは激しいので、その作品を見てその感情っていうのを感じることができるかもしれません。ただその絵の具を撒き散らすっていう行為以外に、もっと自分の感情を表現するにはどうしたらいいんだろうって考えた時に、その絵の具を撒き散らしてできる形っていうのはもう偶然できたものでしかないので、ある時は感情をむき出しにバーンって絵の具を撒き散らしても、うまい具合にバーンって例えば広がるとかはしないで、ただポトンと落ちて何の動きもないただのペンキの塊になるかもしれません。そしてそれはその内面の感情というものをうまく映してない場合もあります。偶然やったものですから、たまたまバーンってね、うまく表現できちゃう場合もあれば、そうならない場合もあるということです。しかしそれをテクニックでもってやった場合は、その感情、どういう感情があるっていうのを自分で感じて、それをどういう風にペンキの缶をぶちまけたら、どんな感じにそのペンキが撒き散らかされるのだろう、そのペンキの跡はどういう形になるんだろう、そういうことを技術的に分かって表現する、これはテクニックです。そしてさらにその作品をもっとグレードアップさせるには、いくつかの方法があります。その方法っていうのは、そうですね、例えばその撒き散らかされたペンキの跡ですね、その色の上に何かを足していく、どういう風に足していったら、どういう風に塗ったらとかね、どういう風にまた別のペンキをバーンって撒き散らしたら、さらに自分のそのパッションが絵に映し出されるだろう。そうなってくると、そのイメージを作り出すことになります。どういう風にやったら自分のパッションをもっと表現できるだろうというアイディアとか発想っていうものが必要となります。そしてそのアイディアと発想を形にするために、技術でもって書き足さなければなりません。例えばさらにペンキを塗るとか、ペンキを塗ったところを削って違う形にするとか、そういったことを技術で思い通りに形作るということになります。この例え話では技術というものがあって、プラス何か別のものが出てきましたね。パッションだったりとか、アイディア、発想、そういったものですね。そして技術っていうのは、それらを表現する道具となります。例えば技術っていうのが1から10までで1しかない人だったとします。そして感情とか情熱とか発想とかアイディアっていうのがもう溢れ出してる。それを表現するために、この自分の持ってる1しかない技術でそのたくさんのものを表現しようと思った時は、やっぱり工夫しなきゃないですよね。もしテクニックのレベル2とか3で作れるような作品のイメージを想像した場合、技術が1しかないからうまく表現できません。例えばそのテクニックっていうのがデッサン力で、そのテクニックがすごく乏しいのに、レベル5ぐらいのデッサン力じゃないと表現できないイメージで絵を描いたとしたら、レベル5の技術がないわけですから、
そりゃ下手くそな絵になりますよね。でもテクニックっていうのはデッサン力だけじゃありませんから、デッサン力が1しかなかったとしてもペンキを垂らすテクニックはレベル8ぐらいあるかもしれないし、だから自分が得意なテクニックで思いついたアイデアっていうのを一つずつ表現していったら作品作りはうまくいくと思うし、その方が楽しいと思います。もしレベル1の技術しかなかったとしたら、自分の感情をどういう風なビジョンにしたらいいかなっていうことを想像することによって、なんか簡単な方法でどういう風に表現したらいいのだろうということをまた考えることができます。自分のパッションとか、それをどうレベル1の技術で素晴らしいものにしようってね、もう考え抜いた作品ですね。その作品をただレベル1よりも高いレベルの人が簡単に作れるかっていうと、まあ見て真似することは技術的にできるかもしれないんですけど、この作品をレベル1でどういう風にしたら良くなるだろうって、さらなるアイデアと発想で考え抜いてできた作品ですから、技術点が高くてそれを技術的に真似できたとしても、その発想っていうのを思いつくっていうのは一人一人の個性だったりとか、そういうこともあるので、技術レベルがもっと高い人がそれよりも上かって言ったらそんなことなくて、技術点が1で書いたもう試行錯誤した作品っていうのも素晴らしいもので、そういうどっちが上とか下じゃない素晴らしい作品ができるんじゃないかと思います。レベルの低いテクニックでもテクニックレベルの高い人が作る作品に引けず劣らずの作品ができると思います。ただその情熱とか感情とかアイデアとか発想とか、そういった内面的なものを磨いて、そんなに高くないテクニックで素晴らしい作品を作れるようなアーティストも、そのテクニックのレベルがもっと上がれば表現の幅が広がります。なのでテクニックを練習するっていうことはプラスになることだと思います。でもテクニックの練習をするっていうこともいいかもしれませんが、作品をどんどん作ってるうちにテクニックっていうのは自然に高くなってくる場合もあると思います。ただ気をつけなければならないことがあるんですけど、レベル1のテクニックの人がテクニックを練習すれば次はレベル2になると思います。でもレベル1の人がもっと上とかってことを意識しすぎて、レベル1の段階でレベル5にならなければっていう感じで焦って、そしてその作品作りの時にいきなりレベル5とか6じゃないと表現することができないような、そういったイメージの絵を描こうとしてもうまく表現できないですよね。そうなってくると楽しくなくなるし、作品がすごく下手くそっていう感じに見えてしまうと思います。自分の弱い部分で勝負しようと思ってるわけですからね。そのテクニックっていうのは、さっきも言ったようにデッサン力っていうテクニックもあれば、いろいろなテクニックがあると思います。まあ学校行ってない人は学校へ行ったことを想像できないからなのかもしれませんけど、学校へ行ったっていうとそれが魔法の時間かのように、4年間学校に行ったらそれがまるで40年間そこで修行したかのように思ってるみたいな人が結構いるんじゃないかと思って、でも時間っていうのはみんな平等ですから、学校へ行かなくても本を読んだりとか絵画教室に通ったりとか、そういったことで知識とかテクニックっていうのは身につけられるはずです。あとは学校で教わらないことでもすごく大事なことって、学校の外で学んでたりとか、今でもいろんなところで芸術に役に立つ情報を得てると思います。さっき私はレベル1とか10とか分かりやすいと思ったので数字で言いましたが、そんなことを数字にするのは私は大っ嫌いだし、まあ数字が好きな人はそれでいいんですけど、絵を楽しく描くためには自分ができる範囲、もしくはそれよりちょっと挑戦をする、考えつかないことを無理して考えようとしたって何にも出てこないんだから、今考えつくことを形にしていく、アイデアだって出せば出すほどもっと出てくるようになるし、個性とかなんとかっていうのも表現すればするほど出てくるようになるし、だけどアイデア一つ一つを大事にして表現していかなければその未来は来ません。その未来のアイデアっていうのがどういう形で出てくるかっていうのも予測がつかないわけですから、今思いついたアイデアっていうのを大事にして、それを今ある技術でどう表現するかっていうことで絵を描いていくとすごく楽しいと思いますし、素晴らしい作品ができると思います。
そしてその技術もやればやるほど上がっていきますから、今この自分の技術で表現するものが何だっていうのが分かっていれば、技術が上がった時もその技術で表現できるものっていうのを考えますから、その時その時で素晴らしい作品が描けると思います。その技術っていうのも、もしかしたら限界っていうものがあるかもしれません。アイディアとか発想っていうこともそうです。でも限界に達してそれ以上伸び悩んだとしても、今自分が持っているこのアイデアと技術でベストな作品が作れているのなら、自分が持ってない技術にないものねだりをして悲しくなることはないんじゃないかと思います。もっと高い技術が欲しいって言って頑張るのも素晴らしいと思います。そう思う方はぜひ頑張ってください。ただ今持っている技術量でできる範囲で表現するっていうこともとても大事だと思います。で、自分ができることをやる、そして絵を描くことを楽しむ、そんな感じが理想なんじゃないかなと私は思います。でもその理想っていうのも人それぞれ違っていろいろあっていいと思うし、まあこれは私が思うことで、まあ一つのアイデアということでした。ここ数年私は教えるってことをやってないんですけど、できたら近い将来楽しく自由に絵を描くワークショップをやりたいと思っています。私が教えたいのはテクニック的なことじゃなくて、まあ教えるっていうよりも楽しく絵を描いて、そして一人一人の個性を引き出す、そんなお手伝いをするようなワークショップをやりたいなと思っています。技術を身につけて一人で黙々と描くっていうのもいいんですけど、アートっていうのはコミュニケーションだと私は思っています。自分が楽しいから勝手に絵を描くと思っていても、その絵っていうのは言葉の代わりみたいな感じで、人が見て面白いと思ってもらうとか喜んでもらうとか、そういうことがあるとすごく幸せを感じます。ちょうど誰かと会話をして盛り上がっている時のように。そして人と話をしながら絵を描いているとアイデアがどんどん湧いてくることがあります。人にアイデアをもらったっていうわけじゃなくても、その楽しい気持ちが頭を活性化させるのか、どんどん自分らしい面白いアイデアが出てくるんですよね。あとはその作品を見てその作品のことを話し合うとか、そういったことでもすごく刺激になるし、グループのワークショップをやったりすると、私だけじゃなくて何人かの人が来たらみんなでその話をしたりとか、そういう感じでアーティスティックな刺激を得たりとか、そういった意図で私はワークショップをやりたいと思っています。まだ何ヶ月先になるかわからないんですけど、やるときは私の SNS やウェブサイトでちょっと告知したいと思います。もし興味がある方とかいらっしゃいましたら、コメントで教えてください。そんなわけで今日は絵を描くことを楽しむことの重要性についてお話ししました。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。